何作っちゃおうかな。どこ、何を入れるのがいいかな。ちゃんと考えないとね。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。とりあえず、なんか入れちゃおうか。薬を持ってきたようだな。レント、これを使え。やれやれ、助かったぜ。ありがてえ。大して強い薬でもないと思うけど、そんな大怪我でもないだろうし、なんと。しかし、傷薬を持ってくると言ってすぐに調合をするようになるあたり、錬金術師っぽくなってきたな。そうかな。まったくだ、頼りになるぜ。そうか、それならちょっとくらい自慢しちゃってもいいかな。でもこんな話できるのはレントとタオ以外だとクラウディアくらいか。うん、用意してあるよ。本当？ありがとう。って今日はそれ目当てで来たんだよね。さあどうぞ召し上がれ。クラウディアンちのお茶とお菓子って本当美味しいね。そう？お茶はいい派かもしれないけど、このクッキーは私が焼いたんだよ。へえ、すごいな。私そういうの全然ダメでさ、クラウディアのこと尊敬しちゃうよ。私よりライザたちの方がずっとすごいよ。あれからもみんな頑張ってるんでしょ。まあね、レントもタオもそれぞれ理由があるからがむしゃらに突っ走ってるよ。ライザも錬金術を？うん、だんだん調合のコツが分かってきた気がしてさ、もうどっぷりハマっちゃってる。へえ、
採取の時はレントとタオにも来てもらってるけど、遠出するのもすっかり慣れてきたみたい。いいなあ。私もみんなと冒険に行ってみたい。そうだね。私たちがクラウディアを守れるくらい強くなったら、クラウディアのお父さんに相談してみようか。本当？ありがとう。約束だよ、ライザ。うん、約束ね。お客様よ、バレンツのお嬢さん。はーい、上がってもらって。お母さん、クラウディアにだけ態度が違うんだよね。失礼します。いらっしゃい、クラウディア。本当になんにもないけど、ゆっくりしていって。ありがとう。今は一人？うん、レントもタオも用事があるみたい。あ、それフルートの、どうしたの？実は、その、みんなの、勇気、で、え、何？ごめん！ちょっと深呼吸するね！ライザ一人が相手なら勇気を出せると思って聞いてほしいの。その私のフルート、フルートを聞く。あ、聞かせてくれるの？あ、みんなが頑張ってるって聞いて私も考えたの。うん、違う、羨ましくなったのかも。クラウディア、どうかな？いいよ、もちろん大歓迎。でも私、音楽とかそういう教養っぽいのわからないけど。そんなこと関係ないよ。ただ聞いてくれるだけでいいの。わかった。それじゃあよろしくお願いします。はい、行きます。音楽のことはわからないけど、綺麗な音。
ございました。すごく綺麗な音だった、クラウディア。なんていうか、とにかくすごく綺麗。ありがとう。私もすごく嬉しい、ライザ。勇気を出してよかった。それじゃあ私戻るね。今日はフルートを聴いてもらうためだけに来たから。うん、また聞かせてね。そんなに照れなくていいのに。ライザ、いい加減農作業手伝ってちょうだい。だから今は錬金術の研究で手が離せないって言ってるでしょ。またそれかい。わけわかんないものに熱あげて農作業をおろそかにするなんて母さん許さないからね。わけわかんないものって何よ。変な道具使って変なこと始めたって方々で噂になってるわよ。なんでそこで全くなんて感想になんのさ。言うならすごいわねでしょ。いつも見たくレントやタオと遊ぶだけならまだしも、今度はバレンツのお嬢さんまで巻き込んで。何よ、お母さんは何にも知らないくせに。錬金術は遊びなんかじゃない。あ、ライザ、本当にしょうのない子だよ。って、錬金術のことを変とか遊びとかお母さんがさ、みんなもひどいと思わない？いろいろ頑張ってるつもりだったけど、ミオさんだけじゃないな。村の連中の認識もその程度なんだろう。島にこもりっきりな大人たちの頭の固さは筋金入りってことだよ。まあ分かってたけどさ。新しいことは何でもうさんくさく感じるわけだ。新しい商売を始めるモリッツさんがマジに見えるぜ。とにかくこんなガミガミ言われる環境じゃ調合に集中できないわけ。そこで私に一つとんでもなく素晴らしい名案があるのです。名案？はいはい、伺いましょうか、錬金術師殿。その反応、後悔させてあげるわ。名案とは、私たちだけの秘密の隠れ家を作るよ。なるほど。出入りするだけでガミガミ言われる実家の屋根裏から本拠地を移しちゃうわけか。本当に名案じゃねえか。驚いたぜ。何よその褒め方。すごく素敵な案だと思うよ、ライザ。私たち、そう、私たちだけのね。でもアンペルさんとリラさんには教えときたいかも。まあ、あの二人も仲間みたいなもんだしな。それで隠れ家を作る場所に心当たりはあるのか？もちろん、小妖精の森にある広場がいいと思うんだ。あそこなら魔物も入ってこないし。
対岸。でも村の人にはまず見つからないね。湖に面してて土台もある。これは確かに明暗かも。ふふん。でしょ？もっと私を褒めなさい。すごいよライザ、自分たちだけで家を建てるなんて、そんな難しそうなこと私じゃ絶対に思いつけないし。うんうん、私はすごくて発想も。家を建てる？おい、ライザー、そういえば隠れ家って家が必要だったかな？かな？じゃねえ。たく、気分だけでも盛り上がった俺らがバカみたいじゃねえか。そこはそれ、錬金術でパパーッと立てるってわけにはいかない。なんで僕らに聞くのさ。錬金術師はライザでしょ。アンペルさんに相談してみたらどうかな。何かヒントをくれるかも。そうだね。うん、そうしよう。どうしようかな。どこにしよう。で、隠れ家の建て方とか錬金術を使ってできたりしないかなって。気軽に頼れとは言ったが、独り立ちしたばかりだろ。自分たちの隠れ家作りで早速音を上げるのか。やっぱりそううまくはいかないか。だいたい一人前の錬金術師が作ろうと思い立ったなら、それが何であれまず自分でレシピを想像すべきだ。柱なら柱、壁なら壁、いや、家丸ごとすらも調合の結果として捉え、そこからレシピを想像する。レシピを想像する。錬金術で作る他の道具みたいに。重要なのは想像と結果を直結させる勘だ。私なら材料は想像を実現するための触媒と考える。私たちの隠れ家、結果、想像、材料。うん、うん、なんとなく分かったかも。あっと、ありがとうアンペルさん。お前が私の独り言をどう生かそうが私の知ったことではない。せいぜい驚かせてみろ。分かった、すっごい隠れ家を作って二人を招待するからね。なんだ。いや、何、錬金術師というのはどいつもこいつも可愛いと思っただけだ。
違うよ。なんだよ。おい。おかしいだろ。小さくても建物だろ。そんな一朝一夕に思いつけるもんなのかよ。適当な思いつきで直してもすぐ崩れるんじゃ。アンペルさんみたいにうまく説明はできないけど、私の隠れ家の完成形をイメージしてみたの。イメージ？そう。家ならどんな感じの材料が必要かってある程度推測できるじゃない。それが分かればどの材料をどう錬金術で調合すればいいかもな。そうなのか。ちょっと待ってよ。これとこれ。必要な材料をまとめてみた。これだけ揃えば隠れ家が建てられる気がする。この材料を作るための原材料もたくさん採取しなきゃいけないけど、この材料から調合、完成までがつながっていく錬金術師としての革新ってやつ。まあ面白そうではあるか。このメモにあるものを用意すればいいんだな。僕もどうやって隠れ家が出来上がっていくのか興味は湧いたかも。私も採取についていければ本当の仲間に。クラウディア、何か言った？ううん、何でも。私にも何か手伝えることはない？クラウディアには完成後に手伝ってほしいかな。レントとタオのセンスじゃ内装は任せられないからさ。ずいぶんな言い草だな。せっかく手伝ってやるっつってんのに。そうだよ。ライザは僕らのありがたみについてもう少しちゃんと認識してほしいな。ごめんごめん。ちゃんとありがたいって思ってるから。それじゃあ、私はみんなが採取してる間、お弁当やおやつを用意して待ってるね。ほんと？前にもらったクッキー美味しかったんだ。がぜんやる気が出てきたよ。むしろ、そのためにライザを手伝うのもありだな。あんたらね。そうだ、作った材料の管理は3人に任せていい？ああ、そっか。ライザに持たせたままじゃせっかくの材料も錬金術に使われかねないね。そうそう、そういうこと。たく、偉そうに言うなよな。何にしてもやることは決まったわけだ。ちゃっちゃと材料を作って隠れ家を直しに行こうぜ。
ちゃおうかな。何を入れるのがいいかな。何をしようか悩んじゃうな。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じか。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。見てたが、やっぱり錬金術ってすごいもんだね。材料が全然違うものになるなんて、まるで魔法みたい。まだ始まったばかりよ。どんどん調合するからしっかり運んでね。森の広場まで出来上がったものを一つ一つ運ぶのか、とんでもない重労働になりそうだな。いっそのこと森で調合すりゃいいだろうに。なんでわざわざここから運ぶ手間をかけるんだ。集中が必要な調合を野外でできるわけないでしょ。量も多いし、ここでじっくりやらないと。へえ、ライザも本当の錬金術師みたいな物言いをするようになってきたね。ああ、俺も今そう思った。本当の錬金術師なの。もう二人とも張り切ってるライザの邪魔がしたいの？ごめんなさい。そういうつもりじゃなくて、俺たちなりに励ましてるというか。本当？半分くらいは多分ね。さて、それじゃ本当の錬金術師の力を見せつけてあげるわよ。何作っちゃおうかな。どっさ、何を入れよう。何を入れるのがいい。さあ、何、さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうだよ。何を入れるのがいいかな。何をしようか悩んじゃうな。何を入れるのがいいかな。できそうな予感。何を入れるのがいいかな。うわ、どれ、これで、さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。どこにしよう。さあ、何を入れよう。いいかな。新しい
しよう。これでさあ、どうだ、やった、できた。
肩慣らしにもならねえな。せっせっ、今だ。そこ一気に畳みかけるよ。せっせっもう終わりかよ。さあ、どんどん進もう。
るといいんだろう。よーしょ、火事になったら大変だ。やー、取り扱い注意だね。それよーしょ、余裕だね。おりゃ、行くよ。今だ、そこ、行くよ。おりゃ、もう終わりかよ。これなら余裕だね。おりゃ、おりゃ、行くよ。今だ、今だ、ええな、行くよ。おりゃ、もう終わりかよ。肩慣らしにもならねえな。おりゃ、ええな、行くよ。せっ、そこ、ライザ、行くよ。頼んだ、行ってえな、今だ、や、行く、ライザ、隙を作って。さあ、どんどん進もう。
そこ。もう終わりかよ。でも集められそうだな。せーの、それ、燃えないように気をつけ。せーの、それ、せーの、せーの、うーん、しょ。よ。肩慣らしにもならねえな。せい。行くよ。そこ。今だ。行くよ。おや。せい。今だ。今だ。さあ、どんどん進もう。これなら余裕だね。もう終わりかよ。肩慣らしにもならねえな。おりゃ。今だ。今だ。おりゃ。そこ。これくらい当然だ。またひ。まThank you.
要そうな分ゼロ。これで必要な分はこれで揃ったかな。よし、これで揃ったかな。さて、材料も一通り揃って、あとは組み立てるだけか。運び込むのは大変だったが、しかし、なんだ、やろうと思えば何でもできちまうもんだな。うん、想像と現実って意外に近いんだな。ちょっと、考えにふけるのはまだ早いわよ。今までは準備で、ここからが本番なんだから。そうだね。でも、この山ほどある部品をちゃんと間違えずに組み立てられるかな。大丈夫。完成した形と部品はしっかりイメージでつながってるから、私の指示通りにして。うん、わかった。改めて思うけど、錬金術師ってすごいもんだね。そうだな。よし、それじゃあ始めるか。ほら、そこ、手を休めない。ライザも命令ばかりじゃなくて、ちょっとは手伝えよ。いいのよ、私は指示出し係なの。全体を見て判断する人が必要でしょ。僕は肉体労働に向いてないのに。みんな、お茶が入ったよ。できた。ああ、できたな。できたわね。できちゃった。本当に。持ち込める。でっかいスペースもあるぜ。みんなでのんびりできる私たちの隠れ家。完成だー。よっしゃー、やったー。信じられない、本当にできちゃった。すごいよ、レイザー。本当、錬金術師様様。俺たちにできること、やったことってのが今、目の前にあるんだな。うん、私も少しは手伝えて嬉しい。そうだ、隠れ家の名前は私が決めていいよね。ああ、ライドの錬金術がなければできなかったんだ。文句はないぜ。それで、どんな名前にするつもりなの？のアトリエでどうかな。いいんじゃない、飾り気のなさが家主にぴったりだ。一言余計よ、たく。これからよろしくね、ライザのアトリエ。こうしてアトリエができたことだし、私、一つ誓いを立てようと思う。誓い？我がアトリエ完成を機に、改めて誓います。私は、錬金術師として、もっと上達する。なるほどな。それなら俺は、冒険者として、
あの山の彼方にそびえる塔を攻略して、村の連中に目にもの見せてやるぜ。僕は家の書庫に積み上げられた文献を読破して、そこに記された知識すべてに触れたい。私もいつか誰の前でも、お父さんの前でもフルートを演奏する。フルートか。そういやまだ聞かせてもらってなかったな。誰の前でもって当然僕らも入ってるよね。頑張ってまず二人の前でも吹けるようになる。ライザの次はやっぱりレント君とタオ君だもの。楽しみだな。おっと、ライザの次？もしかしてライザだけもう聞いてたりするのか？まあね。羨ましいでしょ。私が勝手に恥ずかしがってライザだけに聞いてもらったんだ。ごめんね。謝るようなことじゃないよ。そうそう、慣れないうちはライザで十分だろ。ちょっと何よその言い草は。私もみんなみたいに頑張らないと。